どうもこんにちは、もやです。あと豊田光栄です。スネオです。スネオです。自分から言うと寒くなっちゃうからさ、やめよ。それしか言われないんだよ最近。今日はですね、どこに来ているかというとですね、東京の東久留米に福岡じゃん、そうにある、お花というお店に、伺おうと思っております。そこには誰がいるかというと、スーパーダーツに出場を決めた有原龍太さんです。実はですね、有原龍太さん僕ずっと好きなんです。栄光ちゃんだったら俺が昔からどれだけ好きだったかって。そうだね、そうだね。すげえ有原さんみたいなずっと言ってで、スーパーダーツ決めたからやばいと思って、嬉しくて。めっちゃわかる。ね、有原さん特集となります。有原龍太さんとは何者だって。あのスーパーダーツの予選のそうそうたるメンツの中で、誰この人って思った人って多分ごく一部いると思うんですよ。そんな人のために有原さんの魅力を伝えていけたらなと思っております。はい、それでは行ってきます。ここですね。あ、いましたね。有原龍太さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はすげえいいお店。あー、有原さんだ。いやー、もやさん、遠藤はるばるもありがとうございます、本当に。いやいや、なんかさっき車の中で話してたんですけど、はい、裏話みたいなの聞いてね、栄光ちゃんが買って、ありがとうございました、なんて言われたんだっけ。俺が、覚えてますかね、ありがとうございましたって言ったら、あ、ありがとうございました、次も頑張ってください、応援してますって言ってくれたんですよ。いや、もうその時に、はい、何なんだこの人、好きすぎる。好きすぎるぞ、確かに。1回戦は微妙で調子が、はい、もうこれロビンすげえ良かったのにまずいなと思って、で有原さん当たってこれスイッチ入ったんですよね、はい、でなんかバチバチになってそのままずーっと上に登り続けて、パッて見たらエイトに。それがエイトの日か。そう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 、きっかけは有原さん。あ、そう、本当になんか僕言ったんですよね、その頑張ってくださいって。あ、そう、それがもう、あ、やばい、この人すごい、ね、初めて言われました、試合終わった後に。いい人すぎるでしょ。いい人すぎるでしょ。過去いないで。多分逆にでも自分が勝った選手がその後すぐ負けたりとかしたら悔しくないですか。いや、悔しいですね、確かに。だから確かに最後にこう怨念込めて待ってくださいね。怨念だったら いけほんとね、前から好きだったんですよ。だから本人の前で言うのもね失礼かな、その人なんかオーラが優しい。調べたんですよ、Google で、はい、有原龍太。はいはいはい。本当ごめんなさい、はい、本当ごめんなさい、はい、あの、いろんな選手の後ろにいるんですよ。あの、大城まさきの後ろ、はい、そう、他の人よりも謙虚というか。あ、その、それは違うんじゃないですか。僕が有原さんのことを好きな理由って学校で目立ってみたいな感じでやってないけど、一生懸命やってる人たちの中でトップみたいな。そういう印象なのよ。あ、ちょっと待って、あ、そうだそうだ、聞きたかったことはあれだよね。スーパーダーツでハニトンを出した時どういう気持ちだったか。あれ、俺も見た見た見た。あの、あれ、奇跡ハニトン。奇跡ハニトンですよね。もう僕のこう見えてる限りでは、もう完全にもうほぼインブルぐらいな気持ちで、あ、行ったと思って弾かれたと思って、でも反応したからブルだなおなと思ったら、ちょあれ。全然予想しないところが来て。しかもあの日ブル一本も外してない。いや、そんなことない。決勝だけ一本も外さなかった。2回したんですけど一本外してます。あ、一本外したクリケットで一本外した。でも1人1本あの試合で1本でも、あの弾かれたやつは話題になってた。いや、あれみんな止まるでしょ。ひたすら後ろで豊さんがもう反応優先、反応優先だからって言って試合を進行しようとしてくれてるっていう。ああ、なるほど。あれが無反応だった。無反応だったら負けてますね。フルレグで多分豊さんには勝てないでしょうね。あれで、あれが来たから結構自分今日持ってできるかもって言って、うん、ああ、モチベーションが上がって、そうそう、モチベーション上がって、ここまでの実力があると持ってるか持ってないかも超大事だもん。ああ、まあ確かにそれは、ね、その日の運みたいな。超大事ですよ。天に会えたらと思う。いや、本当に、ね、あるよね。実力で勝ったねって言われたい。いや、実力がある。実力がないとそれすら呼び込めない。そうだよ。いやいやいや、
そう、オンライン、あれもすごい駆け引きだったんですよ。駆け引き、駆け引き、あれ、本当、いつ誰が出てくるかって、第二ラウンド。なるほど、なるほど。その人がいるときは避けるみたいな。そう。ああ、なるほどね。で、クリケ選んでる選手がいたら、その選手と当たりたくなければ、ゼロワンチョイスすればいいんですよ。ずっとゼロワン、ゼロワン、ゼロワンと思えないように。なるほど、なるほど。僕は結構、ゼロワン行きました。マジ？あ、みんながクリケだから。そう、みんなクリケだからと思って。で、クリケになんか、そう、サメが集まってる。そうそうそう、クリケがもうウチャウチャしてるから。ウチャウチャしてるから。ゼロワン。誰が今勝ってるかっていうのが見えるんですよ。はいはい。結構やってるじゃないですか。だから、ゼロマン行こうって言ってゼロマンやった。そしたら藤原さんがポンタロやばいな、マジでゼロマンって賭けじゃなかったっすか。賭けですけど、それこそさっき言ったもうブル今日外さないぐらいのモチベーションまで持ってってやる。ずっとゼロマン行きました。まあ、確かにそうっすよね。今日はですね、ヒモン一度みたいな感じなんですけど、ダーツ歴ダーツ歴18からやってるので、はい、31だから13年、14年目ですよ。俺より1年長いですか。俺長い、俺らより長い。そんなに差がつくものなんだね。いや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 、ずっとやってます。いや、4年やってなかったですよね。僕の間6年ぐらいやってないです。え、そうなんすか。やってないですよ。え、辞めてたんですか。辞めてます、仕事してたんで。そう、あの最初ダーツ系の卸売業者、メーカーに就職したんで、潰れちゃったんですよ。で、プロツアーもその時に、まあ、4回か3回出てるんですよ、ジャパンツアー。それが何年前ですか。2012年。12年しっかり試合もしたけど、勝てねえと。あー、こいつら気持ち悪いと思う。マジで。一回じゃあ挫折したっていう感じですか。挫折したっす。一般の企業に勤めて、で、何がきっかけで復活したの。仕事を今度挫折したって。俺ばくり人生。俺はもうボッキボキ。仕事を挫折してやさぐれて、やさぐれて、でもう一回ちょっとダンスやってみようと思ったら、めっちゃなんか俺うまくねみたいな。そう、本当にそれ、本当そうなんですよ。前の自分を1ヶ月で超えたんですよ。いや、俺いけるじゃん。最初は思わなかったです。ちょっと超えたぐらいだったら全然思わなかったんですけど、はい、そこからポン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 って3ヶ月とかで初めて18いったんですよ。おお、あれと思って、いけるじゃないみたいな。確かに超面白い。超面白い。2018は成績どのぐらい。2018は42。42から今年が、11。大躍進だね。すごい。めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ強いんだけど、超弱気なんだよ。あ、そうそう。言うことはね。言うことはね。言うことはすごい弱気なんだけど、やってることめっちゃ強い。結構破天荒なんですね。破天荒、まあ、無計画。挫折しないでくださいね。いやね、もうね、挫折しないようにしよう。じゃあちょっとね、間に緩い質問を挟みます。好きな食べ物は。好きな食べ物、カレー、ラーメン、焼肉。じゃあ好きな女性のタイプ、芸能人。パッサー。パッサー。そんなつばさ。あー、なんで、わかんねえ、なんで。ダーツを始めるきっかけは、地元の夏場があったんですけど、そこで最初ビリヤードやってたんですよ。で、ビリヤードに没頭してたんですけど、あの、飽きたのかな、やっぱり。やっぱりビリヤードが来たの。折れた。また折れた。すぐ目と鼻の先にこうダーツ台が置いてあって、ちょっとやってみようよって言って、みんなでやり始めたのがきっかけ。で、一番思い出に残ってる試合。一番思い出に残ってる試合。めっちゃ笑うじゃないですか。めっちゃ笑うじゃないですか。大城さんに勝った時。ああ。ゲームの内容よりやっぱりこうチャンピオンに勝てたってちょっと嬉しいですよ。ああ、なるほどね。それでもそこまで自信を持たない発言はね。謙虚すぎて。いや、謙虚すぎて。じゃあですね、ダーツ以外の趣味。釣りしてます。あ、そう、この間ね、釣りのツイート見た。あ、そうなんだ。釣りなんだろう。あとは YouTube で動画、もやさの動画見てます。趣味もやさ。趣味もやさ。アニメ見たり。あ、アニメ見るんですか。アニ
僕ら超見ますよ。話し合ういやちょっとね、アニメの話はやめていきましょう。やめましょう。超長くなりますよ。ほんとアニメの話はね、つけないからね。今期見てます。今期はね、あんま今期はそこまでね。マジで長いダーツを投げるにあたって一番意識してるえ、何でもいいですか。何でもいいです。技術じゃなくてもいいですか。あ、どうです。時間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 を無駄にしないっていうことを常に意識してる。練習するってなったらもう集中するってことです。その時間時間決めて何時まではやろうとか、このノルマをクリアするまでは帰らないとかっていうのを意識して、無駄な時間を本当になくす。へー、珍しい、投げ込みますとかって、ハットを200回とか決めたとして、はいはい、じゃあ何時間ぐらいで達成できるかみたいな。そうですね、それもやるし、漠然とハット200回だったりとかして、どういう風に投げたらハット率が途中増えたかみたいな。あずっと連続したみたいなのがあったら、はい、なんでだったんだろうっていうのをすごいその後考えたりとか。へぇ、自分で分析する。そう、自分で分析する。で、その入った理由を求めるみたいな。そうです。答えを出すと昼仕事してて、はい、で夜練習の時間限られてるじゃないですか、はい、そうするともうツアー前土曜日試合だってなったら、はい、1週間で調整しなきゃいけないってなった時に、はい、そこしかないんですよ。まあそう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 だ。あ、そうだ、有原さんだ。サラリーマンだ。そう、サラリーマン。あ、そうか。あ、じゃあ今はじゃあ二足のわらじなんですね。二足のわらじ。じゃあどっちも折れてなくて、どっちもどっちも揃ったわけなんですね。そうそうそう、両立してる。いや、挫折が面白い。なんか俺、挫折するイメージがもうそもそもないんですよね。なんかやったらこう、やっちゃうんだろうなってイメージが俺あったの。ダンスやってる人って結構なんか折れてる人の方が上達するかもみたいな。ちょっと、喉からも書いてある。あー、喉から書いてあるんですよ。でも俺、ハスに行った時全部出てた。最終レビューが全部出てた。